皆さんこんにちは、エルザです。それでは XP2100 以下向けの解説をやっていきたいと思います。今回から新シリーズです。この状況から攻めに変えるためにどんなことをするのかということをしていきたいと思います。まあ、ちょっとね、名前がまんますぎてあれなんですけど、まあ、とりあえず新シリーズです。スプラーねに関してはいろいろ攻略方法とか立ち回りとかいろいろ話してきたんですけど、まあやっぱやってるとね、どうやっても瞬間的な判断というかそういったものが多いので、まあ立ち回りとかではなかなか解決できないというか、あとは絶対正解というところがないんだなっていうのがよくありますよね。なので実戦で打開や大量のキルを取れた時にどんなことを考えていたのかとか、勝ち筋について細かく見ていって紹介をしようっていうのが今回の新しいコーナーとなります。では早速ですが、今回のシーンはこちらになります。武器はスプラマニューバーコラボで、編成的に前に行かないといけない編成ですね。現在の試合としては勝っていますが、復帰からの敵打開阻止をしていくシーンとなります。まあ、平目なのでね、よく押し込まれるかと思いますが、まあ、ゆっくりと見ていきましょう。はい、では一旦見ましたので、こちらのシーンを細かく見ていきたいと思います。まずこのシーンですが、うまいことウルトラ着地っていうのが刺さってますよね。特にヒラメだと右の通路を使うタイミングはかなり難しいので、この刺さりは良かったなと思います。まず復帰後なんですが、デスを避けるために射程を意識して威嚇射撃をしています。まあ1枚は取れるんですが、人数は同じなのであまり攻めれてないっていう状況ですね。これは味方のカバーが刺さりましたね。でここでボールが出てきますが、下に降りたので右側の確認に行きます。でそしたらですね、ワイパーがいたので金網下に2人いることが確認できました。ここから重要なんですが、奥にはホコ持ちがいるのが分かりますね。さらに敵は2人目視しているので、金網下に2枚いるっていうのが確認できています。一応念のためここでマップを開いて敵の位置を把握してますね。まだ敵の位置は変わってない感じです。で、矛と先ほどの敵に距離があるので、この辺りは防衛のしづらさっていうか、守りが弱いのがわかります。しかも粘っていたおかげでスペシャルも溜まっています。あとはどこで効率よく使うかっていう感じですね。で、正面から行くにも相手の矛ショットが辛いので、右のルートを活用して視線ずらしやヘイト外を狙っていくっていうので右を選びました。で、この時重要なのは、インクを最低限に塗ってルートを作った時に敵がこちらに気づいてないかを確認しています。ここで一旦止まるって意外と大事ですね。で、ここで相手が1枚前に出たのが分かります。これを確認して壁を一気に塗ってイカ登りを活用するっていう感じです。これ先に塗っていると相手にバレてしまうので、この瞬間で塗るのが一番いいですね。あとは高いところからスペシャルの発動でキルを狙うっていう感じです。今回は索敵と敵の位置がしっかり把握できていて、うまく刺さったっていうところですね。それでは今回の打開阻止成功した理由についてですが、簡単にまとめていきたいと思います。今回の場合は索敵による脳内地図が重要となります。索敵をするときって基本マップの確認か目視になりますよね。とにかくどこにいるか把握するのが大事です。ただこれは見るだけではなく、頭の中で地図を作っていって予想をする必要があります。今回のシーンではその脳内地図を作っていくっていうイメージをやっていきたいと思います。ちょっと画面の方でね、画像とかも用意してます。でまず敵の攻撃を避け切った後なんですが、逃げられたのでなんとなくこの辺りいるなっていうマップを作ります。でこの時に点ではなくこの辺りを動いているなっていう予想が大事です。これを予想して右側に来ないように抑えに行ったっていうわけですね。そうすると違う敵が出てきたので、脳内マップがこういった感じで更新されます。しかもここが右寄りなのでこういった予想ができますね。今回はこの時に右に逃げましたが、敵の居場所としてはちょっと右寄りの矛持ち周りの周りが薄い状態っていうふうにイメージをしています。
ただ復帰した敵の位置がわからないので警戒はまだしています。こういったやつに返り討ち食らうってことはよくありますからね。で、足場を作ったところで一旦索敵と状況の整理をしています。ホコモチが動いていないので敵の位置はほぼ変わっていないと予想します。で、ここで敵が前に出たのが見えました。結構この停止した時に見えるとでかいんですよね。で、通り過ぎていってクリアリングというか足場のリンクを気にしてないのが分かったので一気に行きます。あとはスペシャルが刺さってくればいいなっていう感じですね。結構これに関しては最後一か八か的なところもあります。で、この感じで敵を見て脳内でイメージをしつつ動けるようになると裏取りも刺さりやすくなるっていう感じです。また今回は相手に光栄がいないのでクリアリングが甘いのも相まって良かったですね。まあこれがハイダラとかになってくると抜かれてると思います。3人倒した後後ろを見ていますが、これに関しては動きの基礎をやってます。前を倒した、自分の周りが安全になったっていう状況になったら一回振り返って後ろの味方の状況の確認をしている感じですね。これをすると後ろを見てますが、多分味方がやれなくてもカバーはいけた状況かなと思います。はい、ということで今回は画像を使ってイメージを話しましたが、脳内イメージで地図を作れると立ち回りと動きが読めるのでちょっと有利になりますね。こちらのイメージに関してなんですけど、いきなりするのは難しいので、まずは索敵をして敵の位置を予想するところからしてみてください。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回です。バイバイ。